癒しのサロンヘルメスです。今日は千手観音ヒーリングのことで話をしてみたいと思うんです。千手観音ヒーリングっていうのはどういうものなのか、千手観音様の光が降りてくるようになりますから、千手観音様の指導霊の一人がつくような形になってくると思います。今まで瞑想してても光が頭の中から入ってこなかった方とか、そういう方とかも入ってくるようになりますので、瞑想がしやすくなったりとか変わってくることがあると思います。千手観音ヒーリングをどう実際受けるとどういうふうに変わっていくか、なかなか私は敏感じゃないし、わからないから、本当に自分にできるんだろうかって思う方もいらっしゃると思いますけれど、見てるとそうですね、ちゃんとやってらっしゃる方は、波動が変わってきます。疲れた波動が取れるようになってきますし、体の中の痛みとか、肩の痛みとか目の疲れとか、一日でこうリセットができるようになるんじゃないかなと思います。瞑想とかできるようになりたいなと思ってなかなかできない自分がいるなと思う方もあると思うんですよ。それも、千手観音様のご指導で光を引っ張ることができるようになりますし、宇宙のエネルギーとかプレアデスとかメガとか意識が行くことができるようになると、宇宙のエネルギーも感じるようになりますね。すごくいいんじゃないかなって思います。どういう方に受けてもらいたいと思うか、日常の生活の中で疲れやすいなって思う方とか、それとかこの地上は生きづらいなって、いろんなエネルギーを感じてってそう思ってる方とか、心は優しいのに自分としては人のことばっかり一生懸命やってあげてて、自分としての、もっともっとお役に立ちたいなって思ってる方とか、それとか家族のためにもやってあげたいなって癒してあげたいなって思ってる方とか、受けられるといいんじゃないかなって思います。で、じゃあ千手観音のデメリットっていうのはあるんでしょうか。デメリットといえば、今まで体の中に溜まってるこう負のエネルギーとかがあったら、最初はちょっと吐き出すのに少し時間はかかりますけれども、その時にこう何にも感じないし、自分としてこれでいいんだろうかとか思ったりとかされる方もあると思いますが、少しずつやっていくと光の通りが良くなって全然違うと思います。そしてデメリットといえば、そうですね、やっぱり何にもやらなくなったら、やっぱり天上界の応援はなくなりますので、やっぱり簡単なやり方でもいいので、毎日とか1週間に1回か2回とかはされると違うんじゃないかなって思います。でもそのデメリットがあったとしても、やることによってこのオーラがきれいになってきたりとか、お肌も健康になってきたりとか、アンチエイジングもすることもできるようになるので、いいんじゃないかなって思うんですよね。はい、一度やってみませんか。お風呂の中でリラックスして本当に5分やることもできますし、お布団で休んでる時にやることもできますし、ゆっくり座って瞑想の時間にすることもできますし、
読書をする時も光を引っ張ることもできますし、電車の中とかお部屋をパワースポットにすることとかもできるんですよね。まずは千時間のヒーリングの無料の体験コースで一度来てみませんか？電話での問い合わせ、LINE での問い合わせでも対応させていただいております。今日はヒーリングのご紹介でした。ありがとうございます。